ザ・ NES ゲームジニーゲームジニーはゲーム機でチートを行うための最初期の周辺機器。この機器コドマスターズが開発し、クアメリカ、またはルイス・ガルーブ・トイが販売したチート用のカートリッジシステムであり、チートしたいゲームのロムカートリッジとゲーム機本体との間に噛ませる方。この機器は一時的にゲームのデータを書き換えることでチートを有効にし、裏技の使用や、 未使用データの表示などを可能にする。任天堂エンターテイメントシステム向きの周辺機器として発売された同製品は後にエセニス、ゲームボーイ、ジェネシス、ゲームギアなどあらゆるハードでリリースされた。ゲームジニーはユーザーがゲーム機でチートを有効にすることのできる最初の製品であり、世界中で500万台が販売された。ゲーム機第世代用の多くのエミュレーターは ゲームジニーをサポートしており、当時の実機で実際に使用されていたのが3本から6本くらいのチートコードだったのに対し、比べ物にならないくらいの大量のゲームジニー用コードを用意している。ゲーム機第6世代ではゲームジニーは発売されなかったが、コードブレーカーやゲイモシャークから似たようなチート用製品が発売された。2012年現在、 ハイパーキンがゲームジニーのブランドを利用したチートシステムを販売している。NES 用ゲームジニーが発売された際、ニンテンドーは著作権法の違反を理由に販売元のルイス・ガルーブ・トイを訴えた。この訴訟はルイス・ガルーブ・トイ対米国ニンテンドーとして知られている。裁判の間、アメリカでのゲームジニーの販売は差し止められたが、カナダでは差し止められなかったため、ゲームジニーは 当時のゲーム雑誌で出稿していた広告で、サンキューカナダと表示した。結局ゲームジニーは著作権法に違反しているとは、されず、ニンテンドーはアメリカでのゲームジニーの販売を止めることはできなかった。訴訟が行われる前、ゴルーブは、ニンテンドーの公式ライセンスを申請していたが、却下されている。ゲームジニーの販売が合法との判断が下されたため、ニンテンドーは、 以降のゲームタイトルでは、ロムチェックサムを用いて、チートを判別することで対抗した。ロムチェックサムは一時的には効果を収めたが、チェックサムによるチートのチェックをさらに別のチートコードで迂回する対策が取られた。一方、セガは、任天堂とは、対照的にゲームジニーに公式ライセンスを与えた一方、ファンタシースターや、 シャイニングフォースなどのセーブ機能を持ったゲームではゲームジニーを使えなくすることを要求した。ありがとうございます。